テーブルマーク、ホームラン券、煮干し醤油ラーメン、モフライ麺に液体スープと火薬がついています。麺は扁平断面で輪郭が明快です。歯ごたえが単調でややふくよかさに欠ける印象です。比較的古風なタイプのモンフライ麺でスープとの相性は今一つだと感じます。スープは魚介系の旨味が非常に強いです。ただ人工的で深みに欠けます。醤油の匂いも強調されており、刺激が少ないもののちょっとやりすぎだと思うぐらいはっきりした味です。具はわかめがたくさん入っています。肉は薄く、麺は痩せています。安価な製品としてはキャラクターが明快です。